じゃあ人の大きさがね、化け物かもしれない。じゃあ、はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はですね、こちらですね、はい、DOD OD、ディメンションオブドラゴンボールオーバードライブっていうことでね、ドラゴンボール GT からスーパーサイヤ人4のね、悟空、こちらをね、購入したんでね、開封していきたいんですけれども、いや、このシリーズね、ほんと初なんですよ、自分買うの。DOD ってあの、なんか巣立ちだよね。なんかポーズとかなんもない感じで。で、なんか布とか使ってるんだよね。で、DOD の方はほんと出来あんま良くないなと思ってて、一個も買ってないんだよね。でもなんかこのシリーズ、DOD、OD だと、前回のね、悟空もね、カメハメハの途中のポーズ、あれもすげえかっこいいなと思って買おうと思ったんだけど、まあ結局買わずじまいで、とりあえずこれが出たんで、これはね、結構前に、動画で、出してると思いますけど、あの天下一武道祭、サンシャインでやってた天下一武道祭の時に、展示されてたんですよ。それを見てね、結構なんかあの出来が良かったんでね、あ、これ結構いいなと思って、でスーパーサイヤ人4のこの大きさがこのぐらいの大きさのフィギュアってあんまないから、これいいなと思って、しかもちゃんと布だし、なんかこう毛もね、なんかもそもさ、モフモフっていうかね、ちゃんとしてるんでね、そこら辺すごい、ちょっと実物をちょっとね手に取ってみたいなっていうのがあったんで、今回、これを購入しました。はい、ということでね、じゃあね、これを開封したいと思います。はい、ということでね、開封し終わりました。こちらですね。はい、いや結構ね、このね毛の部分がモフモフしててね、気持ちいいんだわこれ、毛触りが。いやこれいいね、毛触りがいい。あとこのやっぱね、こうやっぱこう布のあれが、布感があってね、やっぱ他のフィギュアとはここら辺はね違うかなって思いますけれど、まあ肝心のお顔ですけれどもね、あのね、スーパーサイヤ人4ってあんまね、そこまで似てるようなフィギュアってあんま出てないんですよね。でもこれはね、結構似てる部類に入るんじゃないですかね。しかもこのカメハメハを打ってる時のこのポーズ、これはいいですよ。いや思ったより、いいね、このモフモフこのモフモフがいいね。こう冬あったかそうだ。で、これはね、ちゃんと台座がついてるからね、これいいよね、エフェクトの台座がついてるっていうのはね、DOD、OD、孫悟空、いや、これはいい。これ、じゃあ、ちょっと取り付けてみようか。とりあえず、これはどこで、あれ、これどっちだ、これでいいのかな。
合ってるっぽいな。これこんな感じですね。いやこれはいい。DOD のね特徴として、ね、これがマジックテープでね、外れるっていうね、ここもこうやって外して、これトランクスかな、トランクス履いてる、ちょっとねこれも外して、こういう感じになってるんだね。まあ、尻尾も外せそうだけど、まあ、ここはね、どうなってるかっていうのはね、実際に、皆さん手に取ってみてください。これもどう外れない、結構硬い。また俺ちょっと前回の悪魔将軍の剣があるからな、ちょっとあの剣以来ちょっとフィギュア大切に扱おうっていうことを心がけてるからね。このぐらいにしておこう。気になる人はね、ぜひ実物を手に取って、ご自分の目で確かめてみてください。いやーこういう感じでね、立つね。いやーこれはいい、かっこいいこれ。はい、っていう感じでね、今回はね、初になるんだね、DODディメンションオブドラゴンボールオーバードライブから、ドラゴンボール GT スーパーサイヤ人4の孫悟空をご紹介しました。よろしければね、チャンネル登録していただければ、続々とね、買ったフィギュア紹介していきますんで、よろしくお願いします。いやこれ本当ねマジで、これを買って損はないと思いますね。はい、ということで、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。